プラザ、横浜 TBK ハウジングとは、神奈川県の県域テレビ局であるテレビ神奈川が取材する住宅展示場である。TBK と冠をつけているが、実際の企画等は、三富士企画に TBK の名称を貸して委託業務をしている。1973年11月、平塚市桜ヶ丘に三富士企画のもと、第1号のハウジングプラザ平塚をオープン。 翌1974年には、横浜市西区の平沼橋駅近くに、プラザ横浜をオープンし、1993年より、展示個数100棟に、敷地が約1万2 0 0坪になり、日本最大規模の展示場となっている。2020年現在は、神奈川県内に7カ所の展示場を有する、TBK で頻繁に放送しており、 プラザ横浜では独自 CM も展開している。以前は各展示場ごとに CM が制作され、中でも1985年頃の藤沢のものは夜の湘南海岸をロケ地としていた。過去に CM 内でダカーポが歌ったハウスを流していた。2008年10月頃から2012年までプラザ横浜単独 CM として、 TBK の女性アナウンサーが全員出演しているものが放映されており、これには15秒バージョンと30秒バージョンの2種が存在した。2013年5月現在、プラザ横浜単独 CM として TBK のマスコットキャラクター、神奈川にが出演するバージョンが放映されている。ありがとうございます。